なんか可愛らしくて柔らかい音がしますね。そうそう、やっぱり見た目がすっごい可愛い、うん、桜っぽい。本当にねえ、本当に桜の花びらがここまずここに目を打って、ここも芝生も花びらになって可愛いですね。これね、桜って書いてあって、はい、すごい。なんか塗装、はい、塗装がなんか柔らかいですね、うんうんうん、なんか指に馴染みがよくて、うん、すごい。感もあるので、やっぱりソプラノより音の幅もちょっと深くなって、こう、なんか全部の弦を一緒にバーンって流して、その後余韻を楽しむみたいな、またやっぱ違いますね音。これはなんか逆にちょっとしっとりしてるというか、なんか深みがあるというか、なんか温かい音色がすごいあるのかなっていう風に落ち着きがあって、まあなんかやっぱ桜っていうイメージもありますし、なんかちょっと和なねイメージというか。Thank you.
遠くから見てもね、なんか、あ、後ろにこれを発見しました。テンスアニバーサリー、はい、ここ桜モデル。なんかこの塗ってるねものが違うから、さっきちょっとお話してて音が変わってくるっていうことだったんですけど、やっぱり音違いますよね。どんな感じで変わったの？なんか私としてはちょっとドライになったのかな。そんなことないですか？いや、わからない、私の感性だけかもしれないんですけど、でなんか深みは残しつつ、ちょっとカラッとしたところもなんか聞こえるような気がなんとなくする。低い音も綺麗に響くし、でもやっぱりなんか10周年モデルのカラッとさみたいなのがなんかやっぱり自分はあるような気がしますね。うん、なんかほんでツヤツヤ光ってるのがこれはこれでなんか持ちやすいような気がします。安定感もあるし。